自由死刑は日本の小説家島田雅彦の長編小説。1999年6月に発表された。自殺することを決意した男の自殺までの1週間を描く作品である。本作は三島幸夫の命売りますをヒントにして創作された。自由死刑を原案としたドラマ明日の北吉尾世界一不運な男の 奇跡の11日間が2008年1月に放送された。物語は主人公が自殺を決意したある金曜日から自殺を決行した最後の金曜日まで1日の行動記録が綴られてゆく。そして最後にはその後のエピソードがサムデーというショーで締めくくられる。このショーは当初のプロットから気が変わったために変更、追加されたものであると後書きにて語られている。 自由死刑適用者の第一号となった北吉雄は死ぬ日を一週間後の金曜日と決め限られた時間を楽しもうとしていた自殺を決めた日前難はタクシー待ちをしていた男八代平太と同じタクシーに乗ることになる見ず知らずの他人に前難は自分が一週間後に自殺することを告げると八代は前難が 残りの一週間を楽しむために協力することを約束する。全男は有金を使って、七肉輪を楽しみ、別れた元恋人に出会い、八代のコネで、ポルノ女優と戯れ、憧れのアイドルと人夜を過ごす。しかし、その一方で八代は全男を保険に入れ、殺し屋を雇って、全男を殺害することを企てていた。そのことに気づいた全蘭は、ある行動に出る。 彼に自由な死は与えられるのか。明日の北吉尾世界一不運な男の奇跡の11日間のタイトルで2008年1月8日から3月18日まで毎週火曜22時22時54分に関西テレビとメディアミックスジャパンの共同制作によりフジテレビ系の火曜22時枠で放送された。主演は連続ドラマ初主演となる小日向文美夫。 脚本は、飯田常ジ,ジ。また、松田隆平は、民放の連続ドラマ初出演である。第25回 ATP 賞、テレビグランプリ2008ドラマ部門最優秀賞を受賞。2010年8月18日から9月1日まで、鹿児島読売テレビで月曜日から、金曜日の16時53分17時50分の枠で、 11月8日から11月25日に、北海道テレビで月曜日から、木曜日の9時55分10時50分の枠で、系列外にて再放送された。唯一の友人の命日である11日後に自殺する、決意をした、中年男が予期せぬ出来事に遭遇していく、ヒューマンサスペンス。北吉尾が、八代という男と出会った結果命を狙われてしまう。 こと及びアイドル小町忍との狂言誘拐といった原作の内容を取り入れたオリジナルストーリーになっているまた原作では全男を死のアーティストと呼んだり死に欲といった言葉で逆説的に自殺を批判しているのに対しドラマでは別のアプローチで人生に絶望した主人公があるきっかけで再生していくまでを描いている エンディングタイトルは6日目までのバージョンと7日目以降の2バージョンがある。最後に表示される時計の針は残りの日数を指している。11日目のエンディングタイトルの冒頭は7日目から10日目の全南と平太と同じだが、その後はこれまでのシーンが再編集されている。島田雅彦、宮城なアナーキスト、関西テレビの情報番組、通会、エブリデイのセットが使用されている。 フジテレビ系の情報番組、特ダネの特盛コーナーを元にしている。平太の夢に背を向けた姿で登場。その後、日本へ帰国するときに生存が確認されている。ドラマのオリジナルサウンドトラックに収録。正町忍がかつて在籍していたアイドルグループ、ピアニーカの楽曲。平太のキャバクラで、キャバクラ嬢が歌ってダンスする時の楽曲。 実際に読まれているのは、亀山育夫役の公文社古典新役文庫版。明日の、北吉尾世界一不運な男の、奇跡の11日間に関するカテゴリー。ありがとうございます。